コウモリ。狼の頭。鋭い刃物。死神。死神だ。 MRI の結果が出たよ。すべて正常だ。事故による損傷は見られない。ただ君の精神状態が心配だ。簡単なことじゃないが、一からやり直さなければならないんだよ。イーサン、君のせいではないんだから。ジェイソンが死んだのは僕のせいです。僕がもっと注意していればまだあの子は。 あれは事故だったんだ。事故は毎日起こる。いつまでも自分を責め続けることはできないんだよ。ショーンはどうしてる？彼はとても孤独で、うちにこもってしまっている。母親とはとても仲がいいんですが、僕とは距離を置いているんです。君はどうなんだい？ 君の気持ちは？ジェイソンが死んで僕も死んだんです。車にひかれてから。何か私に話したいことがあるんだね、イーサン。たまに意識を 失うんです。大抵何をしていたかも覚えていない。しばらくして意識を取り戻すんですが、知らない場所にいるんです。そこにどうやって行ったかもまるでわからない。事故に関係があると思いますか？重度の脳震盪を起こして半年も昏睡状態だったんだ。 それほどの衝撃が脳にどんな影響を与えるかはわからない。今日はこれで終わりだ。また来週続きを話そう。君はラッキーなんだよ。あんなひどい事故にあっても生きてるんだ。そうは思えませんよ、先生。 どうしたんだ、ショーン。別に何でもない。今日学校はどうだった？また遅刻したって先生に叱られた。今度遅刻したら家に帰すって言われたよ。悪かったよ、ショーン。次は一緒に頑張ろう。いいね。 どうして友達と遊ばないんだ？遊ぶ気分じゃない。何か食べる？ブーメランか。 できるかい？ うん、あんまり戻ってこないんだ。パパやってみようかな。
お前もやってみるか。僕にはできないよ。大丈夫、一緒にやろう。重要なのは最初に正しい姿勢を取ること、それからまっすぐちょっと右に投げるんだ。さあ投げて。やったやったよパパ。うまいじゃないかな。簡単だったろ。この回るやつはどうだ。振り落とされるくらい早く回してやるぞ。うん。いいよパパ、思いっきり早く。もっともっとねえ、もっと早く、もっと。宇宙飛行士のトレーニングだ。グミをください。いちご味がいいな。どうも。ショウ、グミ買ってきたぞ。いちご嫌い。でも嬉しいよ、ありがとう。雨が降りそうだな。もう帰ろう。そうだね。僕たまに思い出すんだ、ジェイソンがいた時のこと。時々全部があの頃に戻ったらなって思うんだ。パパもだよ。パパもだ。ねえパパ、メリーゴーランドに乗っていい？ねえ。ああ、じゃあ馬を選んで、チケットを買ってくる。一人。1ドルです。
Ha ha ha!